夏だホラーだ青鬼だ。どうもアバーバーゲームズのサボとサボじゃない方の J です。今回はね、うん、もう夏ということで。夏ですね。夏と言ったらホラー、ホラーと言ったら青鬼で、青鬼ですね。今更ながら青鬼をプレイしたいと思います。まあね、ゲーム実況者ならね、誰もが通る道であろう、うん、この青鬼をね、サボさんはね、初プレイ、初もう初見データもね、何も入れてないらしくて、そのね、新鮮な姿をね、見たいなと思って、このために入れました。そう、サボが操作して、私はもう、結構私は内容知ってるので、J はちゃちゃ入れたことで、2人でやっていきます。じゃあ早速、どのボタンか分かんないけど、ニューゲーム。シャットダウンかな？エンターでなんか、主人公の名前は？お、出てきましたね。ふとし？ふとしにするか。ふとしでいきましょう。あ、全然太ってねえけどな。ふとしくんいたじゃないですか、犬丸出しに。いた。だから言ったじゃないですかーって。オッケー、決定。なんか C 多くなかったか。何これ、ちゃんとしてんな。ちゃんと読んでね。町外れにある無人の館、そこにはお化けが出るという噂があった。こいつら何探索に来たの？そうだね、よくあるじゃないですか、あるね、肝試しみたいな、廃墟ツアーみたいな、そんな感じだと思うよ。タクロ、お腹を思ったより綺麗だな。ミカ、なんだか寒いわ。おい、もう帰ろうぜ。なんだよ、タケシ。タケシじゃん、こいつが。ビビってんのか。タケシって呼ばれてんの、こいつが。で、本人はなんだっけ、タクロか、ヒロシか。タクロだ。こいつ主人公なんだ。ひとしし意味がわかんない。お化けなどいるわけがないでしょう、科学的に考えて。あ、ちょっと理系系のやつが主人公なのね。そう、何、あ、お、まあ、もう移動できるんじゃん。もうね、脱出ゲームなんで頑張ってもらおうかなとは思う。なんかこれ入れって言ってんの、これ鍵がかかっている。普通ですね。お、皿が割れてる。あ、そうだね、おかしな点はね、ちゃんと破片を手に入れたって。はいはいはい。お、大事大事。見れないのこれ。あ、いいねいいね。なんか、お、なんか落ちてないかこれ。何が見えてんの、あなたには。え、このドット、白い破片みたいな、何これ。誰にも見えてねえぞそれ。おいおい、やばいって、お前見えちゃいけないもん見えてるぞ。見えちゃいけないもん見えてた、うん、え、戻れってことこれ。え、いなくなってる。皆さん、え、なんかそれっぽい声だったね今。あの顔に合ってる声だった今。ん、ん、なに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 、なに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 、開かないのね、よかった。開かない。でも何回もやると開くよあれ。え、そっちは上。ほんとだ、なんで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 知ってんの。おー、いい。はい。1をついただきました。早いよー。ゲームオーバー。ちなみに、うん、これこまめにセーブしないと最初からだからね。もしかして最初からこれ。うん。セーブってなんだよ。なんか新鮮。知らない人がやってるのって本当に新鮮だ。もう本当に全然見たことない。ちょっと楽しみ。今やってる。楽しい感じ。怖え、やっぱりあそこ怖えな。あそこ行かない方がいいもん。だからもう行けないからで、うん、こっち行くしかないんだ。開かないのね。みんなを探そうってなってんじゃないの今。そうだよね、うん、お、地図ね。はいはいはい。はあ、これ1階にしか書いてないんじゃないのこういうのって。2階の間取りか。ん、うんうん、いや1階か。1階だな、うんうん、1階が書いてあんのか。そうだね。お、ここ行けんだ。結構いい音鳴るね。うわ、大丈夫か。怪物出てこないよな。おお、たけし、よくわかったな。ガタ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 。たけし、ガタ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 。他のみんなはガタ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 言ってんじゃねえや。ちょっと根拠よく話しかけるか。いや、ねえぞ多分。あそこだけだぞ。あそこだけか。多分あそこだけ。ん？お、図書室の鍵手に入れた。ナイス。こういうのはね、もう脱出ゲームやってっから、この枕の下とかね。枕の下がどうしたの。あるはずなんだけどな。鍵
鍵がかかってる。鍵のかけた部屋え、さらに上か。おっと、こっち行くか、こっち行くか、どっちもいいんじゃない。上だ、開かない。お、俺の予想だと図書室は1階かな。予想、ね、ああそうか、図書室の鍵手に入れたのか。あれさっき入らなかったっけ、ここ。いや右、右、その右じゃない、入ったとこは。え、いや、あ、あ、え、あ、そうだ、ここ何もない。こいつなんだよな、震えやがって。絶対一人より二人の方が怖くないじゃん、うん、こういうのってね、バラバラになっちゃうからよくないよね。よくない。あ、ここだ、合ってたわ。おお。うわうわ、なに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 、青鬼だ、怖っ。え、何やってんすかけどここ探索するしかないんだよね。まあね、あっち行ったから平気なんじゃない今。どこ行ったの。え、壁貫通できんのあいつ。そう、これ来たら俺逃げられないよこんなの。いや逃げるんだって。無理だよ、だってないじゃん。くるくる、ちょっと、お、え、なになになに、さすがですね。うお、すげえ、寝室の鍵ゲット。なになになに、やばいやばい、いいね、来ました。くわー、初、早い、あいつダメだ、もうダメだ、いけない、いけない、いけない。あ、え、え、うお、すげえ、俺、おい、誰もが終わったと思った瞬間うお、ここ寝室なんだ。うん、で見て、あそこが色変わって、え、お、今言おうとしたのに、どこ、何、色が変わってたから動かせるよっていう、あれが変わってた。うん、頻度もあるんですよ。ただただね、連打するだけでもいいんですけど、それでね、そうやって細かなネタもあるんで。なるほどね、これなんかピアノ弾いたら来そうだな。一回ここ探索するわ。いいね、はいはいはい。あ、これ解けるかな、サボちゃんに。もうここで解ける感じ。んっと、まだ足りないかな。足りないんだ。これヒント、脱出ゲームで鍛えられてっからな。けどちょ、ピアノ怖え。え、結婚、うん、殺人があったな。金田一はじめ、じっちゃんの名にかけて。あ、これもうあれだな、これさっきの使うんだべ多分、うんうんうん、鍵盤の形、うん、なんだろうな、うんうん、まあ言いませんのでね、視聴者様のみんなも楽しんでください。サボが頑張ってる。これは違うと見たな。どこに繋がってた？ここに出たってことは上から一周できるんですよ、ここ。ああ、なるほどね、逃げるときに使ってください。逃げるときに使うんだ。でピアノもあるんで周り回れるんで。そうだ、でも手つかずなんだけど。オッケー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 。お、ここなんか落ちてると。ハンカチ、ん、あいついなくなった、もしかして。うん、怖っ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 。そう、入れるんだよ、たけしの代わりに入れるんだ。そう、入れるってことは逃げられるってことか。そう、たけしの物足、ハンカチ、いいね、謎が解けてるね。え、ハンカチなんか何に使うんだよあ、わかった、結婚拭うんだ。おお、いい考えですね。使えると言ったらそれぐらいだもんな。はい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 、物は試しようなんで。これ操作がむずいな。使えないな。はいはいはい、使えないわ。まあだってね、血はね、新鮮なものと限んないんだからね。何やってんすか、これどうやって入力すんの。俺的には9、うん、形的にね、うん、9、そう、これ解けたら本物だよ。9888じゃないな、7655669ですね。開いたらどうすんだよそれだから血は新鮮なものじゃない可能性あるじゃないですか、うん、新鮮じゃなかったらハンカチだけでいける。いけないね、水か。おう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 、水が必要だ。あ、外出れるのかな。そうだよな、出れるわけないよな。あ、開いてる。え、いいですね、さっき死んだよこれ。こう、俺これ大丈夫かな。怖
ここでハンカチ濡らすのか。お思ったらなんだこれ。あんな汚ね水入ってたところに手入れたくなくね。結婚じゃないのあれ。ドライバー手に入れた。めちゃくちゃ使うよドライバーは。ハンカチ濡らすんだべ多分。まだできないわ。たけしのものらしいだって。ハンカチ。たけし死んだからな。あ、こっちも行けるじゃん。トイレしたかったんだよねちょうど。あれ？しないの。なんかドライバー使うのかな。洗剤来た。これだ。洗剤。うわあ！なんか俺もびっくりした。ああ！だから寒気じゃん。やべえ。こんなところ来た。やべえよ。うまい。うわあ！うわあ！もういる？いないいない。音消えたらいない。なんか寒気したな。怖な。怖っ。俺らビビり体勢ゼロすぎん。ダメなの？ビビりすぎな相方はホラー実況に向かない。これちょっとセーブしとくわ。おお、あそう、こまめにねなんかアイテム拾ったり、うん、できたり解明したらセーブした方がいいね。セーブ癖はつけた方がいいね。それいつ死ぬかもわかんねえもんね。そう、これね、確定脇のところとランダム脇があるから。そうなの？そう。多分今のは確定ワンチャンあるかも。679。はいはいはい。もうこれ確定じゃん。げえな、せっこ。これ何今の。これ確定脇多分。こわズズってきた。うわ危ねえ。マジ来た。怖すぎ。どんぐらいズズってきた。ちょっと待って、怖い怖いよ。これ映してサボの横側。怖い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 。おっと危ないよそこ。危なかったなお前。無理だもんね。くるくる回れるとこ行かないといけないから。か、タンスに隠れるか。俺もうあそこしかくるくる回れる場所知らないんだけど。679だよな。でも桁足りなくないですか。確かに。4桁ですよ。679だろ、うん、そうだな、なんかあるのか。679。ん？なんか使うのかな。いや、もう出揃ってるよ。出揃ってんの？出揃ってる。あれは解ける。679だろ ?6、7、当てはめてみるみたいな。鍵盤679。6番目 ?1? ん？頑張ってますね。これがね、初見の楽しさでもあるんでね。ちょっとね、もうヒントをあげなくていいかなって思います。679でしょ、うん、6、6、7、9、6、7、9、6、まあ、とりあえずね3時間ぐらいは悩んでもらおうかな。悩むなこれ。ヒント与えるんでね、本当に3時間後に0679ってことかな。まあやってみないと始まんないよ ね、何回でも多分試していきたから。ダメだな、わけわかんない。この形がね、まずはそうだ、この形を見よう。おお、いいとこ、いいんじゃない。この形を見て、おたまじゃくしみたいなね。うん、トツトツ、なんかハンター語みたいじゃない。ハンターハンターの。間違いないわ。え、なんだろうな。うん、斧と、うん、斧と中指立ててるのと、うん、あと中指立ててるの横に立ててる。いや、グッチョブじゃない、グッチョブか。あとバットだ、バット。あ、なんかヘッドホンつけてるやつに見えてきたな。なんかインベーダー的な。インベーダー的な。そう。見えるけど頭おかしくなるわこんな。ちょっとヒントちょうだい。ヒント、なんかない？ヒント、ヒント、うん、いやまあ2時間ぐらい経ったからヒント経ってねえわ。なん、あのさっきのマークあるじゃん、これ。あ、さっきのこれね。うん、なんか見てますよそのマーク、どっかで。え、見てる？この部屋の中でね。この部屋の中で。これか、これだ。あ、これだ。よく見たら一緒だ。ほうほう。けど7がないんだよな。7がないんだよな。ん？ 7 じゃないとか。もう俺はそれにしか見えてないけどね。俺あれだ、あの数字っていう概念を消さないと。まずちょっとポケモンの技を忘れる音楽流して。忘れるから数字っていうのが。ポカン。
こんなんじゃなかったっけ。サボは数字を忘れた。テンテンテンテレレ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 レこれだからおっさん怖いわ、老害。そこまで言うするんじゃないんだ。ポークピッツ代入するんじゃないの。だからこれ X と置き換えて Y にしたら、その挿入じゃないんだよな。違うの。だってさ、さっきのマークが何か分かってない時点でもうお話になりませんよ。あ、このマーク、うん、鍵盤か。鍵盤だよね、絶対鍵盤だよね、これ間違いなくない。あ、これだ。あ、あったあったあった。見えた？見て、左から2番目、これあのマークじゃん。この黒があって、だったらお前それ以外のところにもあるぞ。ほんとだ。ってことは？ってことはそれの数か、何個あるか。1外れたな。違う？違うじゃ。だからさ、あれなんすよ、もう言っちゃいますけど、あれに対応するところに書いたら数字入れるんすよ。ん？ん？ 6、7、9だよ。だってドレミファソラシドってこと？違います。じゃ、分かった分かった。もうこれね、一日やっても気づかなそうなんで、あの中指立ててるみたいなマークあるじゃないですか。うんうん。鍵盤言ってください。鍵盤7番のとこ中指立ててますね。あ、立ててる。ってことはです。あ、じゃあ6、7、なんちゃら9なのか。6、7、なんちゃら9なんだ。やっぱり。6、7、6、7、なんちゃら9なんだ。そのなんちゃらが間だから8ってこと ?6、7、8、9。そのままやんけ。そのまんまやんけ。6、7、9だよ。6。反対にしたから9だ。6、7、9、9だ。6を反対にしてっから9なんだよ。冴えてるわ。ほら、やっぱり。今のはちょっと冴えてたわ。お疲れ様です。あざっす。おっと？何か忘れてない？セーブですよ。ああ、セーブか。そうだな。けどまだ俺、一回も青に倒されてないからね。倒されてんじゃねえか、一回。あ、そうだ。初手。相棒の。柵にはまってね、ひどい柵にはまって。子供部屋な、子供部屋どこにあるのかわかんないけど、鍵かかってるとこだよね。あー、こっちだ、これだ、ここだ。あ、やっぱりそうだ。おっ、女の子がいる。ミカちゃん、しかもベッドの前にいるよ。おっと、これはパパの2人がビーストになるってこと。